れじゃない、これあ横の方がいいのか、横じゃないとダメなの、逆に広く、あれが入っちゃうの。で、今こんな感じで、そこ今整体になってます。もう一個いくよ、いいの、スローモーションもう撮ってんの、あれえ、スローモーション3カメで、3カメで容量持ってすぐだね、いいの、じゃあいいです、いいの、はい、4カメ、あれ写真撮っちゃった、真上から、真上から、見て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 、いやらしい、外すっていうことを最初にやります。ね、これ吊るしとかでもこうこうやって吊るされてるけど、下段にして、ここの刃が引っかかるから、それだけすごい気をつけて、痛いから。で、これ実はなんか魔除けになるらしいから乾かしておくと。なんか落ちたの見たことある。そうらしいよ。まあこういう感じかな。こういう感じになります。ね。おげい。おげい。おげい。そしたらですね、まずヒレから取っていきます。そう。関節がこうあるんで、こう取れるんで。この中にまずこれが心臓です、心臓、これ心臓です、食べれます。で、にょっと出してこれが、腸間膜と胃袋です。
超看板の穴壁に入ってる。ここ外します。これ胃袋ですね。外します。ここはもうあん肝の中、あんこうの中では絶品と言われてる。蝶と一緒にこう全部ついてきちゃうので、ここを少し開いてあげて、でここの根元から落としちゃいます。でそのまんま蝶干膜ごと全部取っちゃいます。そうするとここまでが胃です。で、これがあんこうのどっちだろうな、これ卵巣なのか精巣なのか、ちょっとこれは卵巣ですね。これも食べれます。過食。過食です。胃なんで、胃です。ここが腸間膜、これをちょっと掃除します。こうちょっと入ってブニョブニョ入ってますね。もしかしたらこれ精子かもしれない。ちょっとわからない。白子っぽいですね。あんこは両性っていうか卵巣の精子もついてる場合が、フグとかもそうなんですけどいるので、これ一応白子だと思います。で、ここまでできましたら、これ腎臓ですね、多分。これは外します。ここは食べないです。ここの3枚骨がついてる、1、2、3本、ここを外していきます。包丁を入れて、
そうするとここにエラが出てきます。こいつは食べれないので掴んで、根元を切ってギュッと引っ張ります。ねじると取れます。これは食べれません。こっちも同じく根元を切って、そうするとここまでになるともうほとんどあんこは解体できてきてますので、ここの軟骨のつなぎ目を切ります。そうするとこういう形になります。で、注意、ここの歯がとても引っかかって痛いので、ここはお客様の口の中を怪我させますので、あとはこの辺はもう柔らかいので包丁を入れて外していきます。よいしょ。ここの根元、この包丁を入れます。こっちにこの根元の包丁を入れます。そうするとこのところで顎の支えていたものを取りますので、ここの方を外して取っておきます。で、ここまでできましたら、今度ここって出てるところの軟骨の真ん中に包丁を入れます。そうするとちょうどこうきれいに胴体と頭が取れますので、それは今度はここ頭のど真ん中に包丁を当ててストンと入って頭を発します。で、ここでポイント、目玉と脳みそは食べないので、目玉を抜きます。ちょっと見づらいかな、ハサミでやろうか。後ろから引っ張り出してちょんと切っちゃいます。後で洗います。後ろからギュッと引っ張り出して切っちゃいます。はい、これ食べないです。で、ここのところは後でよく洗って、よいしょ。で、これ大きいのでこれをさらにしましたら、もうあとは仕上げで、あんこの身、ここにあるんですけど、これを皮と、まあ皮がついた状態のまま、さばく人もいれば、皮を全部剥いちゃう人もいるんですけど、僕は皮をここに全部剥がします。だと、そしたらあとは、ね、
そしたら、あとは、これを、分割します。以上です。OK。